ほんで、オタク、ね、オタクじゃない、ヤクさんって言いな。え、俺は47だ。名前ほんならぶら下げときいな。分かれへんがな、俺初めて見んねやから。お前な、土産があるんだ、今日は。土産、これ。金亀印のしつけ糸、その糸で亀縛っとき、亀を縛っとき、しつけ糸。あんたな、ヤクさんな、言うたやろな、つまんないドラマ見てる、安いドラマ言うたんや、予定調和の、まあ、どういうこと、そのな、それどういうこと、結果どうの言いに来たんや、それどういうこと、安な、お、それどういうこと、人の土産ごらねえだろ、な、それどういうことな、なんかあのしつけ、な、わしはな、な、あんたそれどういうこと、な、今知ってる、泣いたな、今知ってるやん、それ、これ腹立つやろ、それ知ってる、腹立つやろ、うん、あんたのせがれはこれと同じことやっとるんや、さ、俺はそれ見せつけるために今日はこんな格好したんだ、俺話し合いに来てんね、戦うんか、戦うためにしとる、戦うんか、俺と喧嘩は嫌だよ、な、俺は非力だからね、後期は戦うためにしとるんや、わしはおっさんと今日おっさんの教育論のために来とるんや、後期のだから安いドラマどういう意味や言うて今日それ聞きに来とんの、俺は試合終わった後お父ちゃんに泣きついて、安いドラマってどういうこと、安いドラマ撮った人もなあ一生懸命やってるんやで、そりゃ認めるよ、なあ一生懸命やってドラマ作っとるんやで、一個前後のパフォーマンスが安い言うとるんじゃ、何1時間半にもわたってダラ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 パフォーマンス見せられるのが嫌じゃっつっとんじゃ、お前見やんでいいねそれやったら、いやわしはベネズエラを応援してるから見とったんじゃ、お前ね、いちいちなそういうテレビに通じて、お前じゃなわしはわしゃそら怒らせるためにわざとしとるんじゃ、わしゃ普段こんな格好ようせんわこんなアクセサリーなんてないわ、わしゃあんなグレンタみたいな格好もないわ、グラサンもかけんわ、今日はあえてオタクのせがれがこういう態度で人に接してるんだぞっていうことを見せつけるために来たよ、これ腹立つやろお前な、この格好何腹立つやろ、え腹立つやろ、これ俺今話し合いに来とるやないか、話し合いに来とるやで、腹立つ、喧嘩するんやで、喧嘩するんやで、俺ヤクさん、これはね、試合的なパフォーマンスだから、うん、これをね、俺今日喧嘩しに来たら違うよ、亀田さんにやっちゃダメだ、うん、これはね、ただね、ヤクさんの言ういろんな、ね、言葉っていうのもさ、それはさ、亀田さんね、認めなくちゃいけないよ、いろんな、いろんな言葉があるんだよ、世の中っていうのは、だからね、勝負の世界から、うんうんうん、命がけやんか、やっぱり、うん、そうだそう、命がけは駆け引きがあるやんか、ネガツさん分かってるように、ね、駆け引きやから、ね、相手を挑発するっちゅうのも駆け引きやんか、うんうん、これが挑発なんだな、うん、これは俺と今話し合い来てんねん、俺は、うん、私は挑発に来たんじゃな、うん、でもそれは女表で話した後で、それやな、後で表で来て話した、そんな暇ないわな、まあこれは相撲を持っとったらんだ。